こんばんは、かおりさん、メッセージありがとうございます。今回は一般公開動画で返信させてもらいますね。いつもは限定公開なんですけども、もしかしたらね、同じような思いを考えてらっしゃる方もいるかもしれませんので、今回は一般公開であることをお許しください。まあ、個人が特定できないように返信させてもらいます。はい、でね、今回は私の動画を見てね、懐かしいなというふうに感じてくださったということでございます。動画のタイトルは、私がかつてね、速稼塾っていうその情報コンテンツを400本売った動画なんですよ。で、これが1個30万円ですから、1億2000万円の売り上げということになりますけども、実際はね、30年ローンをやっぱりこう私も、まあ、やってくださいよってことだったんで、まあ、大体頭金3万円の方が多かったのかなと思うんですよ。頭金3万円で残りは稼いでから払えばいいんじゃないかなっていう風なスタンスで私やってます。で、3万円をね、ご入金いただいて、それから私はね、塾生さんにできるだけ会いに行こうと思いまして、今までね、500人ぐらいの方に会いに行きましたね。速稼塾の塾生さんに。速稼塾は1000人以上いるんで、2人に1人ぐらいは会えてるのかなと思います。2018年、2019年は47都道府県オフ会ということで、全ての都道府県に行ってですね、各少ないところでは10人、多いところでは40人ぐらいのそのオフ会をね、各都道府県でやらせていただいて、時には海外に行くこともありました。その中で香織さんにもお会いできたわけなんですけども、まあ焦りはあるでしょうね。速稼塾に入ったんだけども、なかなか稼げないっていうところがあると思います。なんで稼げないのか、原因は、ね、それぞれ分かってると思うんですよ。例えば FX を学ぶのに必要な知識を暗記してなければちょっと無理なんですよね。だからそれは一人でやることなんですよ。暗記ってのは私が代わりに暗記してあげられないですから、だからそこはね、ちょっと頑張っていただきたいなっていうのと、あとはね、ビジネスを成功させようと思ったら一番難しいのは集客なんですよ。だから集客するために自分の無料コンテンツをどんどん出していかないといけない。動画にしてもそうだし、ブログの記事にしてもそうだし、インスタグラムでもいいですし、 SNS、Facebook とか Twitter でもいいと思います。とにかく自分がいろんなメッセージを世の中に出すことによって、自分に気づいていただけると。自分に気づいていただいたら、今度興味を持っていただいて、信頼していただいて、そして商品を紹介してセールスをして、やっと売り上げが立つんですよね。これ以外はないわけですよ。で、そのために私はその400本売った動画っていうのを出しましたけども、1時間ほど私喋ってますけども、速稼塾のセールスなんて最後の方にちょろっと、本当に数分してる程度なんですよね。で、なんでね、これで売れるかってことなんですよ。これは私の1時間の動画をずっと見てくださって、私に興味がある人だけが残っていくんですよ。この人の言ってること意味ないね、説得力ないねと、なんだろうこれ変なこと言ってるよねっていう人はどんどん離脱していって、最後まで見てないんですよ。そして最後まで見た方に対しては、私の速稼塾のセールスが行くと、信頼関係ができてるからこそ、そのセールスっていうのが、どうしようかな、この人のこと最もだものだしなと、商品買ってみようかな、しかも30連ローンだしって形で、もうね、断る要件がなくなってきてるんですよ。で、その心の隙間に入っていくのがセールスですよってことではなくてですね、いかに信用してもらって自分の話を最後まで聞いてもらえるかっていうのは、いきなり今日会った人、いきなり今日1本動画上げた人の話は聞かないんですよね。だから繰り返し繰り返し、私がずっと、多分ね、この香織さんも私のそのセールスの動画に出会うまで、何本も何本も動画を見て、そして多くの人の話の中で、この人の話だけ聞いとかないとって感じで私のことを選んでくれたと思うんですよね。で、これがまさに、無料コンテンツをやるってことなんですよ。ネットビジネスをやるってことなんですよ。ビジネスをやるってことなんですよね。だからこの辺に、今ね、その当時動画を出して2年か3年経ちますけども、未だに私はこの動画をものすごくね、まあ、一つの完成品だと思って出してるわけなんですよね。で、今でも多分これ使えると思います。速稼塾の塾生さんっていうのは、私が1年間募集をかけなくてもコンスタントに入ってきてくださってる状態です。それは私がセールスをしていないのに、この動画をね、無料動画をずっと出していく中で、セールスの動画なんてほとんどないわけですよ。年に1回ぐらいしかセールスの動画作ってないですからね。で、そうなってもやっぱり、あ、久保さんは速稼塾っていう塾を運営してるんだってことが分かっていただいて、そして話してる内容を聞いたら、確かにその通りだよねと、お金の問題解決できそうだよねって方が私にメールをくれるんですよ。メールを下すって、そのやり取りの中で、あ、速稼塾は今でも入れますよと、特に募集してるわけではないですけども、来てくださる方を拒むことはありませんって形でご入塾いただいてるんですよね。で、あとはね、稼ぎたい人だけがしっかりと稼いでいく、稼ぎたいっていう願望レベルの人は、申し訳ないけども、願望を抱えたまま、ああでもないこうでもないになっちゃうんですよ。稼ぐっていうのはリアルな活動ですから、その自分のことを世の中に知らしめていかないといけないんですよね。自分がいるって存在を多くの方に気づいていかないといけないんですよ。気づいてもらわないと。で、それがないのに商品が売れるってことはないんですよ。結局自分のことを知ってる人が商品を買う以外はないですからね。
自分のことを知らない人がいきなり連絡をくれてお金払いたいんですけどってことはないですから、だからこの辺をね強いメッセージとして今日もお伝えさせていただければなと思います。はい、それでね、わからないことはいくらでも聞いてください。それはね、かおりさんが速稼塾に入る前から同じことだと思います。速稼塾に入っていなくてもちゃんと私はアンサーしてましたし、入ってもアンサーすると、これは変わんないんですよ。まあ、ですんでね、分かりにくいこととか戸惑っていることは私は全部回答ができますんで、メッセージいただければと思います。で、課題の提出もまだね出てないのかもしれませんけども、出していただければいつでも採点しますんで、しっかりと時間作ってね、お答えいただければと思います。まあその宿題を出す時間がないってことは、自分のビジネスをやる時間、自分の投資をする時間はもっと持ててないと思いますんで、ね、この時間の配分っていうのが問題かなと思いますよね、今のところは。はい、でもね、どっかで余裕は見つけられると思います。今日もこうやってメールを書いていただきましたし、ここまで動画を見ていただいた余裕はあったと思うんですよ。まあ、ですのでこういうふうな時間を見つけていって、ここを自分のビジネスとか投資に有利な形でね、進めていけるように時間配分していけばいいんじゃないかなと思います。まあ、これからも何かとお悩みの件メッセージいただければ一つ一つ一緒に解決していきましょう。それでは失礼します。